さんこんにちは、ミクです。今私はカリフォルニアディズニーランドに来ています。イエーイ。念願の今回はあのディズニーさんとのタイアップでここに来ています。未だに夢みたいに思っちゃうんだけど、私の大好きなディズニーさんとコラボレーションして、動画を作ることになりました。今回4日間カリフォルニアディズニーランドを楽しむ様子を皆さんにお届けしたいと思います。めっちゃ嬉しい。本当に2024年一発目の動画がこんな夢みたいな旅になってとっても嬉しいです。で、今はもう2日目なんですよ。実は昨日からここに着いていまして、今回私だけじゃなくって世界中のインフルエンサーがここカリフォルニアディズニーランドに招待されているので、ロケハンみたいなのを行った後にそのインフルエンサーみんなが揃ったデザートパーティーみたいなのをやって、でそして夜にプロジェクションマッピングを見ました。で、4日間ねこのディズニーランドホテルに泊まります。それで今日2日目、やっと今日からパーク内とかをこう遊ぶことができます。で今日はねあいにくの大雨なんですけれどもどうして昨日から雨降ってるんだけど、今日はねあいにくの大雨で、今は朝の6時50分です。この後このディズニーランドホテルの下にあるグーフィーズキッチンでキャラクターブレックファーストがあるので、多分おそらくねキャラクターが来ると思うから、昨日ディズニーストアで購入しておいたレミーの耳をつけて朝食を食べに行ってきます。レッツゴー、カリフォルニアディズニー Vlog スタートです。写真ダウンロードできるってことなんです。なんか海外のキャラグリーティングって長い、すごい、感じする。しっかりやってくるよね。なんか寸劇してくれる。確かにそう、これ一緒だって気づいてくれる。あ、ビーガンのやつもあるし、やっとすごい美味しそうだな、なんか。できた、見てこんなにあるの。スプリンクルがセレブレーションスプリンクルミッキーだよ。あとこれもやっちゃおう。お子様セットみたいな朝食持ってきました。みんなで食べます。いや今が食べます。可愛い。あ、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 見えないから。確かに。まあ目や。どんなサイズなの。今回カリフォルニアディズニー4日間はディズニーランドホテルのフロンティアタワーに泊まります。素敵、なんか落ち着いた感じのモダンなデザインです。ベッドがね2つあって、足元がかわいい花火と隠れミッキーがいます。そしてベッドの横の壁にはウォルト氏がいます。こんにちは。であと窓際にソファーとデスク、
洗面スペース、この照明のところがめちゃくちゃ可愛い、ミッキーの手になってます、これ欲しい。お家にで、あとアメニティがボディーソープとかシャワーキャップ、ボディーローションあります。バスルームはトイレとねお風呂が一緒のタイプです。こういう感じ。見て、万全の格好。コーディネートも何もない。何もない。てか私こんなに雨降るディズニー初めて。でもそれでも楽しめちゃうのもディズニーです。夢と希望の国だからね。あ、そうそう、私たちがね泊まってるのはディズニーランドホテルのフロンティアタワーっていうタワーです。4つぐらいタワーの、そうそう、なんかこっち側にもね塔があって、真ん中にねこういう風にレストランもありつつ、この奥の方にはプールもあったりして、ホテルからダウンタウンディズニーっていうねエクスピアリみたいなところを通ってランドとカリフォルニアアドベンチャーパークに行けます。だからもうカリフォルニアディズニーを楽しみたくて、このロサンゼルスに来たらもうここ泊まるのが一番便利だよね。そう、なんか園内にはいくつかホテルがあるけど、あ、園内にもあるみたい。カリフォルニアアドベンチャーパークにも直結のホテルがあるらしい。あ、そうそう、これプールがあります。あいにくの雨ですけれど、雨強くなってきた、雨強くなってきた。でも逆に言うと空いてるよ。確かに、うん、こんだけ雨降ってたらね絶対空いてるから、もう逆になんていうの、室内アトラクションとかさ乗れまくっちゃうよきっと。で、そう、このままねホテルから歩いて、ここからダウンタウンディズニーに入ります。はい、着きました。ここがねパークの入り口です。カリフォルニアディズニーランドはディズニーランドとこちらのディズニーカリフォルニアアドベンチャーパーク、2つのパークがあります。広場からねこっちのランドとカリフォルニアアドベンチャーパークが遠い目になっています。で、私たちは今回ねパークホッパーってチケットを使って楽しんでいくんですけど、パークホッパーだとカリフォルニアアドベンチャーパークとディズニーランドをもう好きな時に行ったり来たりできるそうです。ではディズニーランドから行ってみましょう。これはウォルト・ディズニー氏が構想から最後まで携わった世界初のディズニーランドです。で、このディズニーランドはオレンジ畑をウォルト氏が買い取ってこれ作ったんです。アプリのチケットで入ります。クナーに入りました。まずメインエントランスです。で、このねメインエントランスはウォルト・ディズニー氏の故郷のミズーリ州の街並みを再現しているんです。なんかかわいい、なんかコンパクトで、なんかなんて言うんだろう、やっぱなんか本当に子供のためのサイズ感ってことなんじゃない。あ、そうだね、本当そうだわ、子供のためのサイズ感だ。ちょっと雨がねすごすぎて全然撮影ができなかったんですけど、今ちょっと雨宿りしてこれからの作戦を立てます。で、私たちね今回ジーニープラスっていう、まあなんか昔で言うファストパスみたいな、そういうねあのプラスのサービスつけてるので、ディズニージーニープラスっていうのを書いてあるアトラクションだとアトラクションの予約できるのでスムーズに乗れるっていう。はい、で、このねスターウォーズのミレニアムファルコンっていうアトラクションのジーニープラスが9時50分、あと40分後に撮れるのでこちらを撮っちゃおうと思います。これでゲットできた。9時55分から10時55分、スターウォーズまであと40分ぐらいあるから、間でなんかどっかスタンバイ5分とかあったら乗っちゃおうか。これ乗ろ、ニモのサムマリンボヤン。これ怖い？わからない。怖くないと思う。
Welcome aboard. Watch your head, watch your step. You're going to be going all the way down the road to the next available seat, please. All the way down the road to the next available seat. Just keep on swimming all the way down. Dive. Dive. Take it out easy. Keep that running light. Bring the lights down. Catch her at 10 fathoms. Steer through.追っかけてくっていう感じ、このディズニー映画好きとしてはたまらないアトラクションでした。結構長かったね。長かった。10分ぐらいあったけど、うん、なんかしっかりストーリー追ってくって感じでした。おすすめです。はい、ではスターウォーズのエリアに入りますよ。こっから、はい、来る前にスターウォーズ見てきたんだもんね、あなた。どこなんやろ、 ルークが育った町ですか。多分そうかもしれない。わかんない、私もよくわからないんですけど。なんかこれがダークサイドって。こっちダークサイド、ほらここがなんか悪者のエリアと英語出てきた感じある。ちょっとね、名前が出てこんけどね、見たことあるこれ。嘘。お昼ご
か下にソースがあるやつ。美味しそうだねこれ、うん、とあとなんか面白そうだったのでミネラルムースっていうと惑星っぽい感じのデザートとムーフジュースっていう美味しそうなジュース買いました。このジュースはどんな味するの？ジュースなんかさ、ミリ感強くない、うん、で、オレンジちょっと吹いて、うんうん、なんかちょっとピリ辛な感じある。カクテルみたい。え、これ食べてみよう。あの、ムースムースみたいなやつ。ん？何なんだこれは。やっぱさ、そういう異空間のやっぱり演出よな、うん、何なんだろうっていう。このさ、ジュースもさ、なんかつかめない味だよ、うん、何だろうっていう。マッペンかわいいね。これ線抜きだ。線抜きマグネット。え、見てこれ、ヨーダのヨーダのキーリング、かわいい。マグネット線抜き買いました。見て見て服、本格的じゃん。これもショップじゃない？見てみよう。え、見て面白いね、この会計のところ。あ、なんかカスタムでいろいろ作れるんだ。カスタムでなんか作るんだ、フィギュアみたいなやつ。面白い。え、かわいい。私これでケーキ焼こうかな。わ、このタンブラーかわいい。めっちゃ可愛い。欲しいこれ。100ドル。あ、買っちゃおく。買っちゃいました。クリスタルアーツで。キャー、ジャック可愛い。あとはね、あのジャングルブックに出てくるクマさんの小物入れ買いました。隣のお店に来た。これじゃん、モンスターズインクのやつ。あ、かわいい。レトロディズニーだね。29。うわ、これやばいね。白雪姫の冒頭に出てくる本じゃん。これなんかノートになってる。シンデレラもある。あれなんだっけ、あの人。え、あれは、ミゲル。うわー、あ、ソウルフルワールドだ。ジョー・ガードナーがゾーンに入るピアノね。ここでたまにジョー・ガードナーがやってきてピアノ弾くらしい。で、今日の楽しみにしていたイベント、アートクラス行ってきます。Same lane on the side. And
Bread roll, potato over here from the sides. Darken them up, and this is something that we call nice animation. Lock in pizza hut. It's gonna get all fours. But they figured that, you know, Andy was probably really obsessed with space toys. I probably had. So I should look like a really big gumdrop, kind of sitting right above that reel. Closer to the bottom of each eye. I'm gonna go to the bottom. I'm not gonna lie, I really liked this picture. This one was my favorite picture. ピンポンはイマジナリーフレンドだから、もう大人になったら会えない友達なの。いたでしょ、ちっちゃい時に空想のお友達。え、いなかった。そういうことだよ。これ、インサイドヘッドだ。これは頭の中の記憶の玉なんだ。それがこう頭の中にこう保管されてて、この頭の中に清掃員がいて、どんどん古い記憶を捨ててくれるの。こういうアートワークがいっぱいあるね。せっかくね、ピクサープレイスホテルに来たので、このホテル内のね、ギフトショップ見ていきたいと思います。で、ここにしかないグッズがあるらしい。これ、 T シャツと、あとね、これ欲しい、アートブック、ザ・アート・ピクサー。これ買って帰ろう。めっちゃ重い。これいくらするんだろう。60。お、重いね。重い。買って帰る。うん、買って帰る。で、あとさっきね、なんかちょっとピクサーのホテルの人がさ、これをさ胸につけてて可愛かったんだよ。ここにつけようかな。買おう。これ12ドルです。だからこのね、ショップはもうピクサーのキャラクターのものばかり。ここがトイストーリーでしょ。あとこれ気になったの、こうポスター買えるんだよね、きっと。いや、これいいよな。これ何のやつ。え、これはね、コウノトリとクモの短編のやつ。あ、ね、そう、3枚ぐらいポスターをオーダーしました。お家まで送ってくれるみたいなので配送してもらいます。え、これかわいい。これ写真立てマグネットみたいな、超かわいくない。そのまま飾ってもよさそうね。こちらを出しました。こうなんか足元に隠れミッキーならぬキャラがいる。これはパンクだね。このホテルすごいね。うん、このホテルすごい。泊まりたかった。予約がいっぱいみたい今。もうあれがね、ピクサーといえばのマーク。上のところにピクサーアニメのこのモビル。あと地味にこういうね、ソファーもピクサー。これはバグズライフに出てくる芋虫だよ。こういう遊び心がディズニーのいいところだよね。ホテルから一旦帰って、さっき買ったピンをつけました。見て、ディズニー楽しんでる人に噛んでてるでしょ、うん、今からカリフォルニアアドベンチャーパークに行きましょう。はい。ちょっと雨降ってるから今日は緩めに、うん、なんか明日晴れるっぽいもんね。そうそうそう、室内アトラクションとかショップ巡ったりご飯食べて早めに帰りたいと思います。何が違うのね。こっちはなんかね、あのマーベルとか、あとはピクサーとか、大人のアトラクションが多くてお酒も飲めたりするらしいよ。シー的な感じ。あ、そう、ほんとシーみたいな感じ。はい、入園しました。カリフォルニアアドベンチャーパークのこのエントランスのところは1922年か23年の、 あのハリウッドがテーマ、モチーフです。だから見て、ほら、この路面電車の上も。あ、本当だ。ハリウッド。なんかまたディズニーランドって雰囲気違うよね。そうね。ディズニーランドはもっとカラフルでポップな感じだけど、こっちはなんか大人っぽい感じ。
ど帰りに44ドルぐらい。額装されたやつも売っています。キャンバスの周りだいたい400ドルぐらいかな。ね、これワンキャラクターから描いてもらえるみたいなんだけど、ちょっと1個なんか描いてもらおう。いっぱいあるね。カラーと多分この線画選べるけど、この鉛筆だけのこのねベーシックがめっちゃ可愛いよね。どのキャラにしようかな。ミスビアンカがあったらミスビアンカで。あった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 。これ描いてもらいます。はい、ショップでミスビアンカを描いてもらうんですけど、あと1時間後にね取りに来てということなので、その間にソアリーに乗りに行きます。でね、このショップの横にあるこのアニメーションっていうところはアートクラスがあって、ここでもディズニーのキャラクターの描き方を教えてもらえるみたいです。時間があったら行きたい。さっきやったのとは違うの？あ、そう、さっきのあのアートクラスはホテルのアクティビティで、まあ、ちょっと簡易的な感じ。ああ、こっちのパークの方のアートクラスはもっとしっかりこう教えてくれるんだって。よし、さて予約の時間になったのでソアリーに乗りに行きたいと思います。いや、かわいいわ。あのソアリンはね、東京のディズニーシーにもあるんだけど、私一回も乗ったことなくて、しかもディズニーシーだとめちゃくちゃ並んだりするから、今回はこのジーニープラスを使ってほとんど待たずに乗れるので楽しみ。初ソアリン。どんなやつ？怖い？いや、わからない。子供いるから大丈夫。なんか世界中を旅するっていうのだけは知ってる。行きましょう。行くよ、ヘラね。スイスイだね。すぐ乗れちゃうわ。楽しみ。Soarin' to tower. We are ready for takeoff. あ、やばい。あ、やばい。怖い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 。初のソアリン、ちょっと想像以上だったんだけど、めっちゃ疲れた。力が入んない足に。なんかさ、あんなすごいと思わなかったね。怖かった普通に。映像すごかったね。映像すごい。匂いもしたしね。このカリフォルニアのソアリンは2001年にできたのよね。東京のは結構まあ最近なんだけど、うん、その2001年当時はドローンがないから、うん、全部あの映像さ飛行機で撮ったんだよ。すごいよね。花火に突っ込んだのも全部飛行機で撮った。多分そうじゃない。でなんかその最後のディズニーランドに帰ってくる時の人がバーっていたのも全部キャストさん用意してやったらしい。ああね、 CG じゃないけど。そう、すごいよね。楽しかった。カフェ行こう。こちらのスモークジャンパーズグリルっていうカフェが休憩です。ダブルチーズバーガーを頼んでシェアするのと、あとはチョコレートシェイク。ねえ、これミッキーだよ。え、ほら、あ、本当だ、ミッキー。あと水です。いただきます。はい、ただいまオフザページ取りに行きましょう。
一番嬉しい。ゲットです、ビアンカの絵。わーい。ね、私はね、ここであなたにやってもらいたいゲームがあって、これやってほしいんだけど。投げる系？そう。この左上の芋虫、買ってほしい。8個のキャンディーのうちに3つ入れるんだよ。めっちゃ重くないこれ。光ってる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 。ディズニーパークのやつ買いました。さあもうだいぶ満足しました。まあ、今日はなんかあの雨だったのでそんなに歩き回れなかったんだけど、とはいえわりかし乗れたね。3つか4つぐらい、3つ、うん、明日から晴れるからまた明日ね朝早く起きていろいろ回りたいと思います。じゃあ Day 2終了です。おやすみなさい、また明日。晴れたね。やっと晴れた。今朝8時なんですけど、カリフォルニアディズニーアドベンチャーに来ました。今からね、朝ごはんを軽く食べて9時からのアニメーションスタジオに行きたいと思います。であと OOTD、はい、今日は昨日買ったイモのスウェットに耳買いました。ランドとアドベンチャーパークかな。今日はブルーコーデで行きたいと思います。で売ってるの違うの。ここにもある。2024年の田んぼ
ます。朝ごはん食べましょう。ストロベリー野菜とヨーグルトとカプチーノ。デニッシュ。25度。はい。いただきます。よし。8時50分。はい、あと10分で始まっちゃうから、やっぱりね、ミッキー描けるようになりたいから。入りましょう。入れるんと、あ、もう入れる。9時から一発目はミッキーマウスです。なんか毎朝9時にスケジュール公開。あ、そうなんだ。で、その一発目は大体ミッキーだよって最高Right through the center of your circle, splitting it in half. Right underneath where these lines meet. Right above Mickey's nose, let's place in a hilltop to fit our character's personality. What I like to do to draw a Mickey smile is I give myself 3 points. One goes underneath and places some smile on. So these are little creases on the ends of a character's smile. They're usually shaped like, and the way that it's drawn is it's usually a letter U that runs parallel to Mickey's smile here. And since Fantasia just has animation set to music and no dialogue in the sequences, that is what led to this style. In the early 30s, or at least not as much, because we get the emergence of the universe. All right, now that we're finishing up our sketches of Mickey, did we all have a good time? Amazing. I want to see how your drawings turned out, so we're going to end up a little art show. With nice dark climbers, so cute. Give yourselves a round of applause. These are awesome, guys. Great job this morning. We have classes all day. We'd love to have you back for another class. こんな風に描くんだってめっちゃ勉強になった。すごかったよね。ね。そういうことね。Check it out! There's like a new batch of humans in the human tank! Hello, human dudes! Hello! Reaction, man. Hey, two jokes. Power slam time, let's go! カウントダウン。見て、これがもうラジエータスプリングスですよ。もうあの映画の世界観まんま。まずね、この道をね、ライトニング・マックイーンが舗装するの。あのラジエータスプリングスをぐちゃぐちゃにしたバスとして。ヒッピーの車がいるところだ。これがプローのフェイマスフライドチキン、クラシックシェイクのストロベリー。今日はジーニープラスにインディビジュアルライトニングでつけてるので、カードのやつがいつでも飲めます。
えぐ。いや、私は乗れるよ。嘘。でもあなたがかわいそうだから乗らないだろ。じゃあ乗るか。あれ怖いよね、絶対。1周は多いかな。なんか1周ついてもう1周いけるよねって言われて、あ、いけるって私は言おうとしたの。降りますとか言い出して降りてきて降りちゃったんだけど。でもギリやったでしょ。あ、私全然大丈夫だった。本当楽しかったね。確かに1周で十分かも。ああ、まあでもよかったね。ああ、うん、乗れた。Yeah.
見て、緑と紫でキラキラしてる。味は普通のシナモンシュガー。美味しい。暑くなってきたからさ、フローズンドリンクみたいな買いたい。めっちゃ可愛いよね。パークフードのグッズ、バッグとかある。可愛い。明日のカチューシャ欲しいの。明日のカチューシャ、わー可愛い。あ、ちょっと寝ちゃいました。荷物置いて2時間ぐらい。でもう夕方です。これで荷物置いたりちょっと休憩できるのがランドホテルのいいところだよね、うん、今からランドに行ってお土産買ったりとか、あとはご飯食べたり、ゆるく過ごしたいと思います。はい、全てのビアンカグッズを見つけては購入していく。すごいね、ここダウンタウンディズニーの手前のピントレーダーズっていうピンバッジのお店。昨日もいっぱい買ったけど、たくさんまた買っちゃおう。長く考えてましたね。はい、で、かわいいビアンカとアリスの大好きなワンシーン。で、これ見て、かわいいね、パークのやつ。ここにつけちゃおうかな、ここに。まあね、うん、見てかわいいね。よし、行こう。まだ見るんかい。え、明日何つけようかなと。かわいい、シンバライオンキング、かわいい。シーザーサラダ来た。美味しそう。いただきます。いただきます。なんだろう、これすごいね、かわいい。
スだ。あら超かわいい、グーフィーだ、グーフィー。これいいね、なんかさ、パッと見キャラっぽくないけど、チップとデール。あ、ほんとだかわいい。カリフォルニアディズニーランド行ったよっていうのやっぱ一個いるよな。これかわいい、こっちの方がかわいいかも。そうね、うん、これがいい、これにしよう。わぁ、カチューシャめちゃくちゃいっぱいある。ほとんど全部のがあるかも、ここ。このスターウォーズのやつもかわいい。あ、ここ、ナイルもしてくれる。このなんかオリジナルのカチューシャかわいい絵描いてもらえるやつ。そうだね、はい、明日も楽しんでいきたいと思います。それでは、おはようございます。晴れました。今ね、ランドにいるんだけど、今日はアーリーエントリーしてスターウォーズのアトラクションに乗りに行きたいと思います。最後は楽しもうね。うん、エリアがオープンしたのでトロトロと向かっています。ディズニーランドホテルに宿泊してる人はアーリーエントリーができるから、それでこう並んで人気のアトラクションに先に乗るんだって。今のスターウォーズのライズオブレジスタンスっていうアトラクションに向かってるんだけど、まだちょっと開いてないみたい。なんか故障、まあ、テクニカルイシューあって、でもこれからね、開く可能性もあるから、ちょっと一旦向かって待とうと思います。だって乗りたいしね。乗りたい、乗りたいもんね。待とう。Please check out the nearest resistance personnel for assistance. Thank you. 今あの一緒に参加してるインフルエンサーのみんなと開始するの待ってるんですけど、今みんなで順番にちょっとね、飲み物買いに行こうみたいな感じで歩いてます。ブルーミルクとグリーンミルクのお店来ました。1個ずつ頼むか。 OK、 買いました。こっちブルーミルクと、あとグリーンミルク買って、これはレギュラーカップ、うん、でドリンク用の専用のやつを買っちゃいました、はい、飲んでみてみて。うまいよね。あ、美味しい、ね、フローズンドリンクだ。え、味全然違う。こっちの方が美味しい、さっぱり系。こっちはなんかミルクっぽい感じ。あんまりスターウォーズ分かってないけどこれ光るらしい。やってる。楽しみだね。これのために来ましたね。これのために頑張って映画見たもんね。
に捕まったの私たち。今捕虜なの。捕虜状態。でここで敵に情報を教えちゃいけないらしい。Four of you on gray. Three of you here on orange. Three. Standing on the color red. Inside. Orange and gray. What? Prisoners are secure. The resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. You're needed on the bridge. In there! Alright, I'm with the resistance. We're here to get you out of here. Quickly, find your colors, have a seat, buckle in, let's go. Blue and red, gray and orange. Red's here. Let's go. Take this corridor to the turbo lift, then head down to an escape pod base. Trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. We have a breach in attention 130. Cover is blown. How brave, but ultimately hopeless. Your escape pods came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. Lieutenant, back here. Wreck! You're alive! I should hope so! やばすぎた。マジエグい。いやマジ人震えたわ。すごかった。今まで乗ったアトラクションの中で一番すごかった。ちょっとなんかね、すごい。マジですごい。なんかなんて言っていいかわからないけど、マジですごかった。うん、本当。なんかただスリルを味わうだけじゃなくて、うん、まず世界観ストーリーに入って捕虜とかになって、うん、怖い思いして、なんか乗り込む時も急いで乗ってみたいな、うん、やられて、その後がもうすごすぎたね。楽しかったね。楽しかった。あのスターウォーズ見ようと思います。見ようと。最終的な脱出して惑星に不時着するところまで一緒なんやけど、うん、なんか最後に故障した箇所をなんか調べられて、うん、それがなんかまあ少ないとまあまあよくやったみたいな感じで、ね、そう、スターウォーズのアトラクションどっちもめっちゃ楽しい。知らなくても面白い。知ったらもっと面白いな。話のあらすじさえ知っとけば全然楽しめる。ね。ね。チーズピザ。美味しそう。美味しそうよねこれ。美味しそうめっちゃ。私キッズミール食べたくてキッズミール頼みました。小さなピザ、オレンジとジュースついてました。ちょうどいいポジション。まあ今日はね結構パークが混んでるんで。このマップを使って待ち時間見つつ、Genie+ のこのねライトニングレーン、これを活用して攻
リス的にアトラクション乗ろうと思ってます。12時30分にマンハッタンボブスレーをライトニングレールにしました。で今日は、ミッキーとミニーのランナウェイレールウェイがどの時間でも乗れるインディビジュアルチケットを取ってるので、これはこの後乗りに行こうと思います。こういう風にアプリのホーム画面に予定が出てくるのも分かりやすいですよね。あと何気に化粧室がどこにあるか分かるのが相当便利だよね。ねえ見てこれ超かわいい。このバスケットにこの辺のスナックから3つ選んで入れて、あともう1個ここから1個ジュース取って入れるピクニックバスケット。かわいいね。ミッキーのランダムウェイレールウェイに乗ります。これはカリフォルニアとフロリダにしかないらしい、でカリフォルニアの方が待ってるところのなんかこうオブジェとかが可愛いらしい。乗りましょう。のショートムービーで出てきたワンシーンがあった。再現されてる。再現されてる。もうちょっとしたポスターがもう可愛いね。すごい。後ろかわいい。2024年のもある。このピンクのキラキラなのかわいい。このパークフードシリーズかわいい。クロックスもある。かわいすぎ。着替えました。暑かった。暑すぎて本当に雨だ。あ、雨だ。
最初やっちゃったと思ってやばいと思った意外といけたねでもねいやめっちゃ楽しかっためっちゃ楽しかったああビッグサンダーマウンテンのちょっとあんまり怖くない版かもああ楽しいさあご飯に行きたいと思いますします。ティアナの世界観なのこれ。ティアナがね、自分のお店を持ちたいっていう話なの。でそれで頑張っていくうちに王子様と出会うんだけど。でこういうお店を持ちたいって言って最後できたお店。ガンボスープ美味しそうだね。とこれ多分ベニエかな。あとはチキン。美味しそう。あともう一つ。見て。ハスのハンドプレート買いました。かわいい。で今ティアナがいるの後でちょっとグリーティングしたいと思います。食べてもいい。美味しいねここのご飯、うん。ティアナにご飯美味しいって聞かれるなんてやばいよ。あの人がシェフ？ティアナはこういうレストランを開きたくて頑張ってる女の子の話人の話なんです。でそれでレストランを持つために頑張るぞって言ってその途中でカエルになっちゃってあーそう分かるかも分かる見たことあるで見せられた記憶だからこのティアナは最終的に人間になって、うん、でそれでレストランを開くのが夢だったの、うん、王子様との愛も発見つつ、うん、そのレストラン、うん、そのティアナにご飯美味しいって言われてるってことは、うん、映画の後の話ことで分かるあで一旦ねあのお部屋に荷物置こうかなと思うんだけどちょっとせっかくだからもう買おうと思ってるスタバのねグッズを買って荷物一気に置きに行きたいと思いますこのマンカップかわいいよねいくらだろう24ドルかなエコバッグもあるじゃんえこれさオーナメントにもなるもしかしてこれも買おうかタンブラーねキラキラこれもお土産に買います買いましたありがとうスタバのグッズとストロベリー野菜ちょっとホテルに戻りますまたコーディネートを買いましたお部屋に戻ってちょっとお仕事しなくちゃいけなくて仕事しつつこれから浴衣だから暖かい格好をしましたじゃあランド行きましょうダウンタウンディズニーのホーム用品専門のストアに来ましたマグとかねかわいいでさこれちょっと見てください皆さんマグ見つけちゃったビアンカのマグ見つけましたこれは買いですタンブラーもあんじゃんでマグのが使うなタンブラーよりこれティアナのクックブック結構なんか美味しそうな料理いっぱいあるわねこれが美味しそうなのこのパイナップルブレッドプリンこれね作りたくて買いますあれエミ雇いましたもうすぐ終わっちゃう ね長かったようで早かった4日間でしたねカリフォルニアディズニーすっごい楽しかったけどさこの動画を作れてることも嬉しいなんか本当夢が叶ったって感じ本当になんかさ何回でも夢は叶えれるんだなってなんかしみじみ思った夢は見ることができればそれは実現できるってディズニーにそれをねずっと教えてもらってる気がするだから今年も頑張れそうよかったよかったイエーイじゃあランドに行こう、はい、パレード見ようHehehe